例文解説でよくわかるベトナム語感情表現今日のテーマは怒る、生通る、腹が立つ Tuk s a です皆さん、こんにちはベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディーですこの番組ではたくさんの例文を通してベトナム語の感情表現のニュアンスを捉えていただくことを目的にしています それでは、学習を開始しましょう。今日取り組む単語は、ゥクさん、です。基本的な意味は、怒る、生き通る、腹が立つ、です。それでは、例文をいくつか見ていきながら、この単語が持つイメージを捉えていきましょう。例文は、全部で5つ用意しています。まずは、最初の例文を見てみましょう。音声は3回繰り返されます。文章の意味を和訳してみてください。 ラチメラチメラチメいかがですか意味はお分かりになりましたか回答の前に、まずは単語単位で文章の意味を確認しておきましょう。各語彙の意味はご覧の通りです。それでは、日本語に訳してみましょう。日本語の翻訳文はそれを聞いた母は激怒しました。となります。 それでは、次の例文を見てみましょう。いかがですか意味はお分かりになりましたか回答の前に、まずは単語単位で文章の意味を確認しておきましょう。各語彙の意味はご覧の通りです。それでは、日本語に訳してみましょう。 日本語の翻訳文は彼の反抗的な態度は上司を怒らせた。となります。それでは次の例文を見てみましょう。本来は私は本、本来は私は本 いかがですか意味はお分かりになりましたか回答の前に、まずは単語単位で文章の意味を確認しておきましょう。各語彙の意味はご覧の通りです。それでは日本語に訳してみましょう。日本語の翻訳文は今日は怒りについてお話しします。となります。それでは次の例文を見てみましょう。 トイテイいかがですか意味はお分かりになりましたか回答の前に、まずは単語単位で文章の意味を確認しておきましょう。各語彙の意味はご覧の通りです。それでは、日本語に訳してみましょう。日本語の翻訳文はそれを目にして、私の中に怒りが湧き上がりました。

単語単位で文章の意味を確認しておきましょう。各語彙の意味はご覧の通りです。それでは日本語に訳してみましょう。日本語の翻訳文はこみ上げてくる苦々しさや怒りをどのように克服できますかとなります。さて、これで今回考察する例文は以上です。いかがでしたか今回学習した単語の意味とニュアンスはつかむことができたでしょうか それでは最後にもう一度だけ今回学んだ単語の本質的な意味合いを復習して終わりにしましょう。トゥクさん、トゥクさん、トゥクさん基本的な意味は怒る、憤る、腹が立つです今回の学習はここまでですお疲れ様でした気に入っていただけましたらいいねおよび登録のほどよろしくお願いします 本番組はトニーダンディがお送りしました。